この会議は直ちに中止すべきです。万里の長城は見頃です。城内大爆笑。しれーっと怖いですね。肩で笑ってます。これはもうちょっと限界ですかね。日本もタイと似ています。これで留飲が下がりました。はい、平楽の元です。今回は怒らせたら怖いタイ人のキレッキレという話題ですね。アジアでちょっとね話題になりましたけれども、タイ流のきついですねスピーチのお話ですよね。こちらを例にとりまして進めてまいりたいと思います。これは2020年の2月ですね。場所はスイスのジュネーブ。タイ代表のS 博士が放ったスピーチですね。香港や台湾でしょうか、これは中国語によるですね説明、あるいはその訳文ですね、そういうものがつけられて拡散されていたようですけれども、それは日本でもですね話題にもなりましたね。まずはそのスピーチの一部をですね振り返ってまいりたいと思いますが、まあ規約のこともありますし、またですね正直いろんなですね方面にも気を使わなければならないという、そういう性質のものですんでね、スピーチの内容につきましても一部のですね下りや固有名詞は省いてもおりますので、その辺は何卒ご了承ください。それから全文につきましてはね、私なりに一応ヒアリングをして、それから文字起こしをして訳したものはありますので、こちらはね、平楽の窓のブログがありますので、そちらの方に後ほどですけれども、掲載もしておきたいと思います。ご興味のある方はご参照ください。それではまずスピーチの内容ですね。議長、中国への旅行を制限するという忠告は守られていません。これは2009年当時のものとは比較にならないほど急速に拡大している事案です。私たちの行っていることはダブルスタンダード、いえトリプルスタンダードです。議長、旅行制限や検疫が必要というなら局長をまず調べて、まあ、局長というのはね、あのかの有名な T 氏ですよね。この理事会会議を中止すべきです。渡航制限国を含む多くの人たちがここでは握手を交わし、局長とハグさえする。皆さんは危険に身をさらしています。私を除いては。局長はこの3、4日、私とハグしたり握手することは躊躇されているようですので、特に議長あなたです。局長の隣にずっと座っているあなたは最も危険な状態にあります。以上、私たちは世界からの信頼、そして団結を取り戻し、混乱を直ちに収めなければなりません。それを達成するためにも、私は議長を通じて局長へ提案したいと思います。議長、会議のために直ちにスタッフや専門家を中国に招集してください。2000年の歴史を誇る素晴らしい高架廊も、今は観光客がまばらでしょうし、北京も同時に万里の長城を訪れるには低価格で絶好の機会です。以上、妻の許可が出れば私は喜んでその会議に年金の半分を支援として差し出し、そして私自身も自費で参加したいと思います。以上、ありがとうございます。うまいですよね。こういう言い回しで発言した時点で、少なくともですねこの場においてはタイの勝ちですよね。だとそう私は思うんですけどもね。直球で例えばね、荒々しい言葉遣いで、なんて言うんでしょう、非難されたわけでもありませんし、まあですからこれに対して向きになってね、真っ向から反論したり、あるいはね怒りを表すのもかっこ悪いということになるわけですからね。ちなみにこのS博士ですが、タイのね名門大学を出た理学士、それから医学博士で、アメリカはですねニューオーリンズの大学院課程も就労しているという、そういう人物なんですよね。その辺についても簡単にではありますけれども、ブログの方にもね、これから掲載しておこうと思います。まあ私もこれを機にね、ちょっとタイのローカルサイトを
いくつかね、こう眺めていたんですけれども、やはりですね、この方のお名前ですよね、よく出てきましたね、タイの医学界でも名の通った方なんだと思います。ただ発言の内容が内容だけにですね、今回実はですね、タイのマスメディアではほとんどというか、まあ全くですよね、取り上げておらずですね、まあ言うなれば表面上はですね、残念ながら話題にもなってないという状況でしたね。まあ一方、日本やその他の国では結構ね、この話題ね、このスピーチね、喜ばれたんだと思います。評価も高かったのではないでしょうか。正直ね、私今回ね、この話題を取り上げるのにどうしようかなと思ったんですけれども、タイラクノマドのツイッターやこちらのね、チャンネル動画にもコメントなどもいただいておりましたのでね、今回はとあるですね、 SNS で見られた反応からですね、少しだけご紹介したいと思います。まあ少しだけと言いましてもね、その中からかいつまんで話すという意味ではなくてですね、その情報量自体がね、やっぱりどうしても少なくなってしまいますが、まあそこからできるだけ情報を引っ張ってご紹介したいと思います。タイの反応、タイ人のコメントです。こちらは先ほどもですね、お話ししたように SNS なんですけれども、なんて言うんでしょうね、いろいろなニュースをこう紹介するという活動をしているようなんですよね。ちょっとね、個人なのか企業なのかはちょっと分かりませんが、こちらからのスレッドになります。まずタイトルですね、シンプルに書かれております。場内大爆笑、痛烈な皮肉ということでですね、こちらのお題目に簡単な記事も添えられております。こちらに寄せられたコメントをご紹介してまいります。まず一人目、男性ですね。これはですね、最初ですね、私ちょっと何かなと思ったんですよ。と言いますのもですね、Wi-Fi のルーターってありますよね。よく家庭とかね、オフィスなんかでこう、アンテナ、角が立ってるやつですよね。ルーター。この写真が上げられておりまして、このルーター自体はですね、うちでも最近キャリアの業者が来て交換していったんですよね。アップデートですよということで。それとおそらく同等のものですので、最新のものと思われます。この写真にですね、通信スペックと月額使用料が記載されていて、競技の時代こんな高性能で、しかも月額1000円ちょっとでこんなに安いねと言ってるんですよね。ただですね、これはここからは私の読みになるんですけれども、こんなに手頃にネットが普及しているのに意外と伝わってない情報もあるんですねと、そういう皮肉混じりにですね、言っている、そういうメッセージに取れるんですよね。そしてそもそもですね、主題とは何ら関係ないこういうね、ルーターの写真を上げて安いねと言ってるこの初っ端のコメントに対して、みんなタイの人たちはですね、淡々とコメントを返してるんですよね。例えばですね、とても安いねとか、私の家は田舎ですが使えるかなとかですね、興味あります、詳細を教えてくださいとか、安いけどインターネットはもうダメだな、しょっちゅう落ちるしなどとですね、誰一人としてですね、取材とはその話ちょっと違うよとかですね、何言ってんのここでとかですね、そういう突っ込む人が一人もいないんですよね。そんな中でしれっとね、会話が続いていくんですよね。私はね、こういうところがタイの人たちの怖いところだと思うわけですよね。はい。そして次、まあこれが一段落しまして、女性がコメントしてますね。この方はバンコク在住の若い女性ですね。そしてまあ名門と言われるね、チュラロンコン大学、まあそういうところを卒業した人のようです。今回はですね、ずっと見ていくんですけれども、そのいくらもコメントはないんですね。ですからほとんど読んでいくわけですが、女性が多かったですね今回も。はい。ということで、この人のコメントなんですけれども、このスピーチ本当にいいですね、うちのトップにも教えてあげて、これには議場の誰もが乾杯ですね、次もこういう話はぜひシェアしてくださいと言ってますね。ですからまあね、やっぱりこの人にもこういう話題は伝わってなかったということなんですね。はい。そして次、男性、いいねありがとうということなんですね。同じく伝わってなかったんですね。
まあですからね、私も日本や周辺国のニュースにちらちら目もね向けておりますので、たまたま知っただけであって、多くのですねタイメディアだけを見ていたら、今回のねこの発言内容は知らなかったかもしれませんよね。ただね、私もねいろいろとそういう情報の中から初めてねこの発言内容を聞いた時はですね、逆にちょっとね心配になりましたね。はい、そして次も男性ですね。ただね、もういきなりね次のコメントで私が心配するまでもなくですね、いきなり直球が来ちゃいましたね。はい、今すぐ政治家に教えてあげてということですね。それから次も男性ですね。そうですとも、彼は真実を言いましたね。あの保健機関の人たちは無制限にどこへでも出かけていきますからね、私たちの代表の発言は正しいですと言ってます。それから次も男性です。ここは男性が続きます。私はその前に座っているインドの人を見て笑いました。発言の内容はわからないからと言ってますね。そうですね、その前に座っている人がねもうこう肩で笑ってましたよね。はい、ただスピーチ自体は英語ですし、まあ訳のね字幕がつけられたというものもちょっと見た限りではタイ語のものはね残念ながらほとんどないんですよね。ほとんどというか私は、見ませんでした。ですからまあそもそも報道もねほとんどされておりませんから、そういうものはないのかもしれませんよね。はい、そして次も男性ですね。首相もこの会議に出席してくださいと言ってます。まあこういう意見が出るという中でですね、タイもねある意味日本と似ているという部分があると思うんですね。それは経済政策的にはまあある意味親中派ということで、かなり気を使っていますよね。はい、そして次は女性ですね。まあこの方も若いですね。こういう人たちに各省庁を任せましょうよと言ってます。こういう人たちにまあ政治家としてね活躍してほしいということなんでしょうね。それからこれに対して男性が返信してます。ただですね、これはちょっと言い回し表現としては限界ちょっと超えちゃってますかね。前の女性に賛同する形ですが、まあ、現政権に至った経緯というのがあるんですけどもね、タイのね、その流れについて要はまあ異を唱えているという形になりますね。はい、そして次若い女性ですね。こちらはですね発言というよりもまあ赤ちゃんがですねこうにっこり笑いながらですねこうやってるですね、自負ですね、自負を張っておりますよね。ですからまあその先ほどね S 博士に対するスピーチですね、それについていいねと言ってるわけですね。はい、そして次も女性です。感謝します、最高ですと言ってます。まあ世界の舞台でよくぞ言ってくれたということで、まあ留飲が下がる思いだと言ったところでしょうか。この人もですね顔写真もありますが、実はねこの人見る限り私の主観ですけれども 99.9% 血筋は華人の人でしょうね。まあ時々ですね、なんて言うんでしょう、タイはね親中だよと、親中派が多いよという方もいらっしゃるんですけども、まあそれはそれで間違いではありませんけれども、あるいはですね、ただですね誤解されている方もいらっしゃるかもしれないと、このように私は思うんですね。国民感情とそれから政界経済界はまた別なんですよね。特にタイでは長州山水の塩というねそういう州、そういった地域から渡ってきた人が多いんですけれども、別にね赤く染まっている人たちというわけではないんですよね。あくまで多くは完全なるタイ人として暮らしています。もういきなりね1世2世と、まあ、なるわけですけれども、2世からいきなりですねそれ以降はその自分のルーツのね言語さえ話せなかったりする人が多いわけですよね。それは何て言いますか、私の知人にもおりますけれども、たくさんね私よりももうはるかに裕福な企業経営者がほとんどなんですけれども、ですからまあ決してねそのルーツの言葉が喋れないというのは教育の問題ではないんです。ただ単にやらないというわけですよね。
英語はスラスラできてもというわけですから、決してねそういう勉強ができないとか教育が悪いとかそういうわけではないわけです。ただ近年ではですね、また見直されているようですよね、このマンダリンといいますかね、中国語というものがですね。ですからまあうちの子供の学校なんかでもなんか授業でね一つあるようですけれども、一方ですね、例えばシンガポールやマレーシアの方ですね、あちらに行きますとね、まあ今3世4世5世になってもですね、やっぱりルーツの言葉は話しますし、加えてマンダリンも話す人は多いんじゃないでしょうか今でも、私まあ最もね知ってるのはもう、十数年前の話ですんでね、最近どうかと言われてもちょっとね困りますけれども、またインドネシアには私数年前にちょっと行ってきましたけれども、たまたまですねそこの2代目後継ぎ予定の若い子がいたんですよね、その会社のですね。その人もやはり華人の血筋なんですけれども、インドネシア語がネイティブで、その人のもう今や母国語となっていて、プラス流暢な英語を喋ってましたね。まあそこのね会社の番頭さんが、そのね若い2代目予定の人を一生懸命ね育てようと面倒を見ておりましたけれども、マンダリンすら全く話せないと言ってね、なんかこう嘆いてましたけれどもね、まあそんなもんですよね実際には。まあただですね、よそ様のことばかり私もね言っていられませんでですね、我が家のチビラもですね、もういい加減ですね日本をちゃんとね教え込みませんとね、ということでね、ちょっと実は私も最近焦ってるんですけどもね。はい、ということでね、次のコメントに参りたいと思いますが、男性ですね、こうして才能のある人がいるんですよねと言ってます。はい、それから次女性、この方は60代以上の方でしょうかね、優しそうな顔立ちの方ですが、はい、率直に申し上げてカミソリのような切れ味、優秀で素晴らしいこの博士こそ我が国タイの代表ですと言ってますね。まあそれはね誇らしいですよね、このスピーチを聞いたらね、もし日本の代表がこんなスピーチしてくれたらですね、私も嬉しくて涙出ますよね。まあそれこそですね、 YouTube や Twitter、Facebook、Instagram、LINE ですとかブログ、タイの掲示板にですね英語とかタイ語でバンバンね拡散するかもしれませんよね。はい、そして次男性ですね、人の命に関わることなどでこの省庁ではこういった医学博士に任せられるようですね、でもこの人の仕事ぶりを見たらこれだけではもったいないと言ってます。はい、そしてこれに対する返信ですね、そうですね、例えばカナダなどは地位に見合った能力と資格を見極めて選択されますが、タイでは知名度や講演会など地元の力が大きくものを言いますからと言ってますね。まあこの方はカナダ在住の方なんでしょうかね。でもねこの話はどこかの国でも聞いたことのあるような話ですよね。はい、そしてこれに返信ですね、正義感で戦うことを恐れない、首相にだってなれる器の人なのにもったいないですねと言ってます。はい、そして次女性ですね、この博士は実に素晴らしい、彼が保健省の大臣になるべきです、こういう人が国民にとって利益をもたらすでしょう、専門知識や経験のない人をこういう会議に連れて行ってもダメですよねと言ってますね。まあ要はお役人のね実務ばっかりの人ではダメだと言ってますね。そして次男性ですね、根元から掘り起こして新たな木を植えればタイは必ずや発展しますと、このように言ってます。まあこの人のねこの博士のスピーチを聞いて勇気づけられたんだと思いますよね。この人もねかなりこの方は年配の方のようですけれども、はい、次男性ですね、賛同しましょう、タイ代表は世界で直面している問題においてダブルスタンダードで対応している国へ言及していますと、こういうことですよね、言ってることがね相手によって違ってくるということですよね。さらに次のコメントですね、この博士は何と言ってるんですか、誰か翻訳してくださいと。そうですよね、例えばタイでもですねどこかを探せばですねもしかしたらあるかもしれませんけれども、やっぱり難しいということですよね。
この議場では英語で発言されてますから、例えばね、その英語の文字起こしさえあればね、あとは翻訳機にかけて概ねの意味だけでもね、ある程度わかるということもできるんですけれどもね、さすがにタイ語はまずないでしょうし、私もですね、さすがにこれをタイ語に訳せと言われたらね、大変なことになりますからね。まあ、英語のそのままのね、文字起こしは私もね、音声があちこちに載ってますから、そこから聞いてね、やりましたけれども、この英語の文字起こししたものをここにね、貼り付けてあげたいなとも思うんですけどもね、でもそれもやっぱりね、スレッド主さんに申し訳ないっていうかね、迷惑かかるかもしれませんからね。はい、そして最後のコメントですね、女性です、思いっきり拍手させてと言ってますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ私もですね、タイ在住者という観点からですね、日頃はタイで見られるね、社会ネタとかですね、いろんなニュース、そういうものから、コメント解説をつけながら発信しているんですけれども、今回ねこの話題はどうしようかなと思っていたんですよね。まあ、ただですね、今回一応ですね、この話題も取り上げましたのでね、タイの人たち同様、私もこれで一つ留飲が下がりました。まあ、そして一つだけ言えることはですね、日本にいらっしゃる皆さん同様、そしてね、アジア周辺国の皆さんも同じ、タイの人たちも今のあのありさまを見ましたね。相当憤っていた、溜まっていたということだけは確かなようですね。はい、ということで今日の動画はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンをいただけたら大変ありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。